いつもご視聴ありがとうございます。4月からフルタイムになりまして、通勤時間にね、時間がかかる上に、まあ、息子の朝ごはんと息子のお弁当と私のお弁当と、お弁当も別々に作るので、もう時間がいっぱいいっぱいで、今までは私も違うものを食べたりしてたんですけど、4月からはほぼプロテインを飲んで仕事に行くようになりました。少し安いので違うブランドを買ってみたんですが、これがねすごい美味しくて、リッチメロンもね十分美味しいんですが、ほうじ茶ラテという味を買ってみたんですね。私はほうじ茶ラテにソイプロテインを入れて、そこに豆乳と牛乳と水を適量入れて毎朝飲んでるんですけど、まあ、本当にね美味しくてね、2回飲むこともあるぐらい本当に美味しいです。以前お話もしましたが、プロテインの容器を水筒代わりにして、息子は学校に、私は職場に持って行ってるんですが、こちらなかなか漏れることもなく、ハンドルもあってすごく重宝してます。まあ、量的にもねちょうどいい感じで、ただですね、100均でちょっと大きめのボトルケースとか買ってみたんですけど、どれもねやっぱりこう周りがきつくて合わなくて、自分でねなんかタオルかなんかで作ろうかなっていう風にね今考えているところです。いくら漏れないとは言っても、ケースがある方がやっぱりねカバンとかに入れるのにこう感じがいいですよね。まあ、このキッチンのミニシェルフもフルタイムで働き出して、ちょっとこう仕様を変えまして、朝忙しいので毎回取るものとかをそこに置き換えたんですけど、私は夏はアイスコーヒーでホットコーヒーを飲まなくなるので、ホットコーヒー入れにしていた100均の木製のボックス、こちらはインスタントのお味噌汁を入れまして、アルミホイルにくるんであるものは味噌汁の具ですね、フリーズドライの。それで仕事に持って行って、こちらを毎日飲んでます。まあこんな風にね明るく動画では話していますが、まあ新しい仕事のことで結構悩んでおりまして、まあ正直なところ辞めたいなと思いながら毎日仕事にもうこう機械的に行ってる状態なんですけれども、前の職場で同じ時期に入職して同じ日に退職した方が新しい職場でね働いてるということで、まあその方近くにお住まいなのでお話も聞きたかったので、近くで夕食をね一緒に取りました。でその方ねすごいのがですね、同世代なんですけど、いつも仕事を探すときは本当にすごい数の、まあ、興味がある職場にもうじゃんじゃん電話してですね、で見学したいというふうにねお願いするそうなんですね。まあ、今回も結構な数見学に行っていろいろ質問して、その方はすぐ決めるのではなくて何回もそこに見に行ったりとかされる、本当に入念さがすごくて、まずね肌で雰囲気を感じて、スタッフの方がどういう感じの人かっていうのをねすごい細かく観察するらしいんですよ。まあどういうふうに探してるかっていうのはもちろん有益な情報だったんですけれども、ちょっと私がここは交通機関使っていくのにちょっと大変そうだから却下してた場所とかも、その方実際ねいろんな方法で行かれたりとかして、案外行ってみると通うのがそんなに苦じゃないっていう情報をいただいたりとか、私にはね本当に参考になる情報をいくつかいただきました。まあこの方のねジョブハンティングじゃないですけど、仕事探しの方法がもう本当にバイタリティがあって見習わないといけないなというふうにねすごく思いました。私の現在の職場がとにかく広くてですね、もう本当にね廊下のね向こうに蜃気楼見えそうなぐらい広いんですよ。そこを少なくとも何十往復とかするので、足が痛いっていうのはね、今まで仕事でもあったんですけど、
今回はね、足だけじゃなくて膝と股関節がもう痛くて痛くて、仕事の帰りとかもね、本当にゆっくりしかもう歩けなくなってしまって、休みの日もね、買い物に行くのに足が痛くて息子に行ってもらったりとかする時があったりとかで、もうついにですね、苦手なんですけどスニーカーを履いて仕事に行くことにしまして、そのスニーカーがなかなか気に入るものがないと言いますか、まあ、動画でも何回もやってますが、足が不細工な問題で似合うのがないので、いくら探しても大体買えずじまいなんですけど、実は少し前から気に入って見つけてたんですけど、まあお値段がね結構高いので、買わずにねずーっとこうお気に入りに追加してずーっとそのままだったんですね。値段がね半額近くに一回なってたんですよ、アマゾンのセールで。もうこれを逃したらないと思って、その時に買ってあったものなんですね。まあ肉薄でもありますし、軽くて、で 3E、 まあ私の足は本当に幅が広いんですけど、 3E でスペースもあって、まあ履いた感じもねすごく気に入ったんですね。もう一足持ってるワインレッドのスニーカーももう15年履いてるんですね。人生で何回かぐらいしか多分買わないものなので、まあ高いのを買ってもね長く履くので後悔はないかなとは思ってます。まあ正直なところ行きたくないなって思いながら、本当に何も考えずにただ行くようにしてるっていう状況なんですけど、お気に入りの靴とかをね履くとちょっと足が軽やかに明るい気持ちになって、靴一つでもねやっぱり違うなぁと思いました。ただまあこちらの靴レザーとスエードでできてまして、雨が降るとねちょっと弱いんですね。ちょうどね履いていった日にね雨に遭いまして、まあ外に干してお手入れをしてこう綺麗に拭いたりとかしないとまあダメなんですけど、今のところねすごく気に入ってます。仕事の方は実はまあ辞めたいっていう意思はもうすでに上司の方にねお伝えを何回かしたんですけど、なかなかね受け入れていただけなくて、なんとなくはぐらかされて終わるっていう感じで毎回言ってまして、毎日毎日辞めようと思いながら仕事に行ってるんですが、仕事用のお茶をねお得用のを買ってみたりとか、あとまあ定期券ももう次の月を買ってしまったりとかですね。まあ現実的にはね、すぐに辞めるっていうのはできないような感じにはなってるんですね。今回は仕事の詳しいお話っていうのはしないんですけれども、職場のこと、働き方のことにすごく今悩みにぶち当たっていて、まあ辞めようとは思いながらも、スタッフの方には誠意を尽くしたいっていう気持ちがいつもあって、職場にね近々昇進する方がいらっしゃいまして、でこの方にねすごくお世話になっているので、なんか私のね気持ちだけでも差し上げたいなと思いまして、取り急ぎね近所でお菓子を買ってきて、そこに自分で飾り付けた、なんていうのかな、なんかあれちゃんと名前があると思うんですけど、ギフトにぶら下げるこうちょっとした豪華な飾り、ギフトタグかな、アメリカとかねいろんなのがあったんですね。クリスマスだったら雪だるまの形したものとか、紙じゃなくて本当にこう立体的なものとかも結構あるんですね。いつものまた取り急ぎなんですけれども、ギフトタグを作ってその同僚の方に差し上げることにしました。